手首の使い方とか下半身の使い方とかやっぱ違うんですよ、ゴルフと。だから野球、そのバットをスイングするまんま打ったら野球選手多分全部スライスです。そうですね、ほぼ、はい、皆さんこんにちは、谷繁ベースボールチャンネル。今日ですね、まあ、僕のゴルフのコーチ僕を日本ミットに連れてってくれるというね、まあ、そういう方なんですけど、青木さんです。よろしくお願いします。お願いします。どうも。いやいや、もうまさか谷繁さんの YouTube チャンネル僕見てる側だったんでまさか。でもちょっと、あ、でもね、そのゴルフ関係で対談って俺初めて。初めてだよね。よしそうだ、なんかいつでもできるっていうようなね、なんかなんすか、そのゴルフに対する軽いみたいな。いやいや、なんかもうゴルフのそのね、知り合い結構多いから、あ、多いからね、はい、だからあの、まあ、まあ別にいつでもできるかなっていうような感じだったんだろうね。いやいやいや、多分俺が、いや、それ初回がね、ちょっと僕っていうのはちょっと光栄な話ですけども、はい、まあ、だからちょっといろいろね、ちゃんとレッスンしてもらって、はい、はい、もちろんです。お願いしますよ。はい、もう絶対に行きましょうね僕あの結構自分が教えてた人が、はい、あのまあ、その自分の選手たちも含めてなんですけど、負けたり予選すると、はい、実は陰で腹立つ、くそって思うタイプなんですよ。おー、燃やしながらのね、はい、はい、もう全然平成を押せて大丈夫大丈夫って言ってるんですけど、はいはいはい、もう裏ではもうなんでやと思ってる人なんで、もう意外とそういうとこ負けず嫌い。わかりました、頑張りました。一緒じゃん、ほんと俺も負けず嫌い。嫌なんですよ、負けず嫌い。だから見てよ、このゴルフ豆あのゴルフ豆、いや、僕も一応ゴルフ職業なんですけど、見てください、この綺麗な手いや、そうなのよ、俺ね、よく言われんの、え、何その豆って。だってバットなんて振ってないから野球の時もやっぱすごかったですか、豆はね。結構できる、はい、まあでも野球選手ってほぼ、まあそうですね、もう豆はできる。確かにプロゴルファー豆はあんまりないよね。ないです。あ、なんで？あ、釣れないからです。え、中で動かないからです、クラブが。だからそのグリップも強く握ってないからね。俺多分ね、強く握りすぎなんだよね。か、あの本当にどっかで緩んでたりとか、こう変な手動き入れてずれてるから、うん、だからそのグリップも擦れないんですよ、僕らって。あんまり、あと親指のとこが擦れたりするじゃないですか、はいはいはい、ああいうの起きないです。だそのグリップが劣化したから、ちょっと手汗があるから、うん、か、うんうん、月に1回ぐらいは綺麗なの買いますけど。へえ、なんか嫌だねなんか豆のないゴルファーって練習してないんじゃないのっていう練習は僕はもうしてないですけど。まあまあそうですね、そうですね。でも確かにプロゴルファーちょこっと見たけど、あんまり豆ある人あんまりいないね。ないです。ないし。でもそれ練習不足じゃない？うん、これちょっと谷さん、危ない。危ない、これ。なんで？いや、まあ練習不足って人もいるでしょうね。いや、絶対いると思うよ。はい。これ言った方がいいですか？うん、めっちゃいると思います。だよね。だから綺麗なんだと思うよって。はい、だから本当にその、ずれないで豆ができない人もいるし、練習しないから豆ができない人もいるし、まあ、確かにね、できやすい、できにくいっていう人もいるから、うん、はい、まあじゃあ、まあ、僕はもう練習するタイプなんで。そうだ、でもあの軽く700球とか打ちますからね、はい、本日はよろしくお願いします、はい、お願いします。まず最初にあの谷繁さんの、ゴルフ歴というか、ええ、はい、まあ、これもですね、野球と一緒で父親の影響という、はいはい、影響っていうか、まあ父親がやってたんで、で僕のあの地元がですね、まあ、田舎で、はい、ゴルフ場にちょっと無断で入れるようなそれ言って大丈夫なんですか？大丈夫じゃないですか、もうやってないんで、はい、で、まあ、そこに、まあ、こういう紙袋にねボールを入れて、はい、おい行くぞって、はい、で、もう父親のその、まあ、クラブを持ってで打ってた、これが多分ね最初なんですよ。あ、じゃあプロに何歳ぐらいかっていうのなる前、前ですね、そのゴルフクラブと出会ったのは、でゴルフ場に入ったのは。そうなんですね、はい、それがね何歳ぐらいかっていうのはちょっとね、あの覚えてないんですよ。でもやっぱ小学校低学年あたりだったと思うんですよね。あ、じゃあもうなんか俗に言うプロゴルファーたちと同じぐらいのタイミングでゴルフ始めてますね。そうなんですよ。だからね、今思うとね、そっち行っときゃよかったなっていう。いや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 、
それはね、でもゴルフ界的にはめっちゃ嬉しいですけどね。やっぱりね、やっぱ身体能力高い人たちがね、はいはいはい、やっぱこっち来てくれるっていうのはありがたいですけど、はい、まあでも父親のその、まあ、影響というか野球の方がやっぱり父親好きだったんで、はい、まあそっちに行きましたけど、だからまあ最初ゴルフと出会ったのはそれがきっかけです。あ、そうなんです。はい、でもコースに回ったのは、コースを回ったっていうのはこれやっぱりね、プロ入ってからですね。あ、じゃあ結構間空いてたんですね。はい、はい、最初はもうやっぱり100以上は、そうですね、110いくつだったと思います。一番最初ですか。一番最初に。僕の最初よりいいんですけど。俺なんか辛くなってきた。はい、120は僕ね、叩いたことないと思う。いや、すごっ。はい、もう今あの、まあもう18歳ですからね。いや、でも視聴者の敵を作ってますよ。そうですか。120打ったことない人あんまりないですよ。あ、そうですか。ないと思います。はい、で100を切るのも早かったですし、で90切るのも早かったですね、どちらかというと多分。え、どこでこう当たりました、壁に。壁はですね、まあ、やっぱ80切るところですね。あ、70代。はい、70代。70代です、ね。はい、これはユニフォーム着てる間はその壁でした、ずっと。あ、そうなんですね。はい、でもう時折70代出た時は、はい、もう嬉しくてっていうような、現役時代は、はいはいはい、そんな感じでした。あ、そうなんですね。はい、なんかもうイメージがもう上手い人ってイメージなんで、バババって行かれてたイメージ。違うんですよ。じゃ結構こう引退されてから練習して。そうですね。だから現役時代っていうのは、まあ4243、4144とか、まあ、まあ、それで、まあ、ちょっと満足してた、まあ、でもところですね。でもまあそのゴルファーとして、まあ、アマチュアだったらもう十分にうまいですからね、はい、まあ、43とかだったら。そうですね、人並みには回れてたかな。そうですよね、だって、まあ、切れない人は切れないですし、ね、はい、で、まあ、ユニフォーム脱いだのが、46の年なんですけど、はい、まあ、選手は45でユニフォーム脱いだんですけど、はい、まあ、その後1年あって それからですね、本当に競技に出たいっていう思いで1年間もう振り続けました。いや、じゃあ、あれ多分想像を絶する練習してますね、それで。そうですね、一番ね、そのユニフォーム脱いで1年目っていうのはそんなに仕事がなかったんですよ、はい、で、まあ、結構その時間もあったんで朝、まあ、大体9時ぐらいに練習場に行って、はい、3時ぐらいまで打ってるとか結構ありましたよ。いや、もう700球ぐらい打ってました。でも、ね、プロゴルファー並みの練習ですよ、それ。はい、いや、すごい。いや、だからもう次の年に競技に出るっていう自分のちょっと目標があったんですよ。はい、なるほどね。もうなんかやっぱ一流アスリートを経験されてるので、やっぱその、ね、その順序立てて考えるとかやっぱしっかりされてますよね。はい、でもね、今思うとね、あそこでちゃんとその、はい、本当のゴルフの基本、はい、基礎みたいなのを叩き込んどけば今苦労してないんじゃないかなっていう。じゃあその引退されてからはもう誰にも習わずにというか、ほぼ我流ですね。あ、はい、で、まあ、時折ですね、まあ、プロゴルファーとまあ知り合いが接点があるんで、はい、まあ、ところどころちょっと聞いたりですね。でもね、結構適当なんですよプロゴルファーのレッスンってこれじゃないですか。いや、ね、ちょっと谷口さん、じゃないですかって、同意ではいって言えないですよ。いや、でもね、まあ、野球でもそうなんですけど、はい、結局僕らって子供の頃から野球をずっとやってるわけじゃないですか、うん、で感覚の部分がものすごくあって、まあ、ね、はい、でプロゴルファーの人って、うん、結構その感覚の部分が人それぞれ違って、だから違うんですよ、やっぱり。そうっすね、はい、これ言っていいか分かってるんですけど、言っちゃうんじゃないですか。まあ、うちの選手言ってたらもう多分バレちゃうんですけど、はいはい、やっぱりそのプロアマトーナメント始まる前にプロアマあるじゃないですか、はい、でそのアマチュアの方と、まあね、企業の社長さんとして回って、はい、それやるんですけど、はい、まずはやっぱ教えてと言われる、はい、そうですね、じゃないですか、はい、やっぱもうアマチュアはやっぱプロだから、はい、全部知ってるだろうっていう、ね、知ってると思う、はいはい、で、帰ってきて言う言葉は、はい、沖さん何言っていいか分からない。そうで、プロアマ行って帰ってきたら、はい、今日ちゃんとやったって言ったら、はいはい、ちゃんと言いましたよ、はい、青木さんに言われたことって。
だ一応そのプラマイ出るような子たちには、はい、まあ、こういう症状が出たらこういうことを言っときなよってことを授けてありますけど、はいはい、やっぱり、ね、大事じゃないですかそれも、はいはい、まあでも確かに選手はもう何も分かってないですの方、まあ、全員じゃないですよこれ全員じゃないです もうものすごくこう、うん、ね、分かってるプロの方もいますし、うん、そこはでもまあ何割かはそういうね感覚の中でやってるんで、まあ、言ってくる方もいますよね、うん、そうですね、はい、ポーンと入れるとかこうそうですそうですカッと入れるとか、はい、もう単純にそのボールの手前からボールの後までフェースをまっすぐ動かせばいいんだって、うん、いやそんなの分かってんだけどどうやったらそこが動かせるようになるかっていうのが僕ら知りたいわけじゃないですか、はい、だからまあそんな感じでしたねでその、まあ、ゴルフをこう、まあ、やられて、はい、まあ、野球で その、まあ、ボールの飛ばし方と、はいはい、ゴルフのボールの飛ばし方っていうのにこう差を感じるのか感じないのかっていうところですね、よくね僕らがよく聞かれるのは野球選手だから飛ぶでしょうとか、はい、その野球選手だからあのボールの捕まえ方が分かるでしょうとかってよく言われるんですよ、はい、でもこう詰めてあの奥を見ていくと、うん、まあ、野球のその手の出し方、まあ、肘の使い方とか、はい、手首の使い方とか下半身の使い方とかやっぱ違うんですよゴルフと。だから野球そのバットをスイングするまんま打ったら野球選手多分全部スライスです。そうですね、ほぼ、うん、そうですね、間違いなくスライス、はい、僕会ったことないです、はい、野球選手でドロー打ってる人、右に出してドロー打つ野球選手って多分ねほぼほぼできないと思う。ピッチャーぐらいです多分できるのは、はいはい、野手でやると、うん、ほぼスライスボールです、うん、左に出てってスライスボールがまあ、ほぼですね、いやあのバットと同じ感覚でゴルフクラブを振ると。だそこをその、まあ、自分の体がまあ覚えてるわけじゃないですか、はい、もうずっとバット振ってたんで、はい、だそれをちょっとこう消すのにまだ消えてないところが未だにあるんで、うんうん、そこはやっぱり一番なんか違いを感じますね。だから振るっていうこと作業っていうのはできるんですよ、はいはい、回転とか、うん、でも使い方が全然違うんで、だから手首でね、まあまあ、これもバッターいろいろいるんですけど、はい、野球でこういう風になったらほぼダメなんですよ、はいはい、インパクトの時に。それはなぜかっていうとヘッドが落ちるからですよ、はい、これでヘッドを勝てるってなかなかいないんですよ、まあ、たまにいるんですよ右手をこういう風に使って、はい、あの勝つっていうのが。でも野球ってほぼこういう風に出なきゃいけないんですよ、はい、ヘッドがちょっとこう立ち気味に入ってこなきゃいけないんですね。だ違うじゃないですか。違いますね。ですよね、はい、で肘の入れ方も野球でここに落ちたらまずダメなんですよ。もうバットが出てこないんで。だ野球は絶対こっちなんですよ肘入れるのは。だからこれをどうしてもこっちに行くんですよ。それは右行きますよね行くんですよ、はい、だこれをね自分の体から排除するのがね、はい、なかなかなんですよ僕ら、まあ、理屈では分かってもっていうところですね。そうなんですよ、あのなんていうんですかね自然に出ちゃう動きなんで、はい、だからね。であとは下半身のそのまあ捻転というか時間差、はい、だからゴルフって下がちょっと先に動いて上が残ってないといけないわけじゃないですか。こういう感じで残らないといけない。野球ってあんまりないんですよねその動きって。あ、ないんですか。ちょっとあるんですけど、でも前に行くちょっと前に行くっていうことはないんですよ、はいはい、へー、そういう目線でやっぱ野球を見てないじゃないですか。だからなんかこう単純にホームラン打ったらその今その野球で言うと、はい、まあ、野球って、まあ、僕もソフトボールはちょこっとやってたんで、はい、こうまあバットをこう上からっていう教えをずっと受けて、はい、ね、今逆じゃないですか、 なんかこう今はどちらかというと、まあ、フライボールとか言ってるんですけど、でも個人的にはやっぱりレベルで当てるのが一番確率が高いっていうふうに思ってるんで、はい、だから上からでもない下からでもないボールに対して、まあ、ある一定のところからレベルに持ってって、でもこのレベルに持っていくときに下がっててこうレベル持っていくとやっぱりドライブかかったりするんで、だからそこがやっぱり難しいところなんですけど、なんか同じようにやっぱこうゴルフの言ったら、まあ、ゴルフの理論が、はい、
進化していくのと同じようにやっぱ野球も変わってくるじゃないですか。そうですね。でもね、野球って道具変わってないんですよ。そうですよね。変わってないんですよ、まあ多少ね、その昔よりはその人に合ったグリップの形であったり、そのバットの形状、まあ多少その太い細いっていうのはあるんですけども、でも基本的な形でバランスってほぼ変わらないんですね。だからで人間の体も変わってないわけじゃないですか、昔と今って。だから野球に関してはやっぱりこれっていうものがやっぱあるんですよ、でもそのバットをそこに出す動作として、まあ、昔の人はものすごいテイクバックをこう向こうに引いてそこから出しなさいとかっていうのがほぼ一つぐらいだったんですけど、まあ、やっぱり今はそのどこに置いても結局振りに出すときにここにあればいいんですよ。あ、例えばここでスタートしても振りに出すときこっちに、そうです、ここにあればいいんで、だからこれが、まあ、僕はヒッチって言うんですけど、ヒッチして下に下がっててもバットを出すとき、ボールを捉えるときにピュッと上がってくればこれと一緒なんですよ。だから、人によってはこの左腕を腫れない人もやっぱりいるんで、人によってはね、そこは違うじゃないですか、人それぞれ。だからヒッチする人もいるし、では上に置いといて打つときにここに来る人もいるし、だからそれはね、人それぞれ違うと思うんですよね。深い野球ってこれなんかめっちゃ失礼なことと思うんですけど、めっちゃ深いですね。そうですね。やっぱ、なんかやっぱこう、いや僕はやっぱり野球素人なんで、なんかもう、来たボール打って、抜けるか抜けないかホームランかどうかみたいな、単純にそうなんじゃないですか。でもだからそこに行き着くまでに、そのボールをどう捉えてどう飛ばすかもやっぱ考えて入るんですか、打席に。例えばこう、ね、こう状況によっては右に出し打ちたいとか、引っ張りたいとかもあるじゃないですか。ある程度その、まあ、野球の、まあ、バッターって、ボールの軌道をパッと投げた瞬間に予測するんですよ、だから初対戦とか、まあ、僕らよく言うその初見のピッチャーを打つのは難しいっていうのがそこなんですね。で、ある程度その予測してそこに対してバットを出していくんですよ。だからインパクトの瞬間ってそんなに見えてないんですよ。あ、そうなんですか。感覚の中で出すから。で、それが応用じゃないですか。だからその応用ができるために自分のそのちゃんとした形、基礎っていうものを作ってる人がやっぱりその応用には対応できるわけじゃないですか。そこはね、多分競技、まあ、野球だけじゃなくていろんな競技だから、まあ、ゴルフもね、その真っ平らなところでずっと打つわけじゃないじゃないですか、だからその応用っていうのができる人がやっぱり強くなるっていう。そうですね、はい、だからその思考を持ってらっしゃるからやっぱり上手いんでしょうね、ゴルフが、と思いました、今お話聞いてて。やっぱこう野球選手で、僕も何か野球選手とゴルフさせていただいたりするんですけど、まあ、やっぱ谷さんが上手い理由はそこだなって僕思いました、まあ、でも僕は野球の、まあ、これね、あのプレーしてる時に言ったんですけど、野球に対しての引き出しっていうのは ものすごいいっぱいあるんですよ、僕。でもゴルフに対してのこの引き出しが、ま、全然少ないです、やっぱり経験がないから、そこまで、まあ、アマチュアの方でやっぱそこの引き出しを作れてるっていう人はやっぱりなかなかいないですし、なかなかですね。でもね、上手い人はやっぱりその引き出しが多いんですよ、やっぱり。だから僕とか今あの女子プロを見てることが多いですけど、まあやっぱりアプローチとかもあのでこうどうしたらいいですかって毎週言われますよ。いや言ったやんみたいな、この、まあね、それはね、いますね。まあプロとね、僕もちょこちょこ回ることがあるんですけど、まあやっぱりプロでもおプロ減っただなっていう、見ますもん。これやばい、大丈夫大丈夫ですか。いやだってそれはだってプロ野球でもいるじゃないですか。もうそれは上があってピラミッドじゃないですか。いやいや、まあ、それってそうですよね。やっぱりこのピラミッドのトップの選手っていうのはもうそういうなんか、まあ、さっきから言う引き出しがやっぱりめちゃくちゃ多い、いっぱい持ってて、でしっかりその自分のその基礎っていうものを作ってる人っていうのがやっぱり上だと思うんですよね、だからゴルフ界もやっぱりこういうなって、まあ、この辺の方っていうのはそれはもうプロでも一緒ですよ。そうです、はい、打ち方わからない、投げ方どうしたらいいですかっていうそんなのいますから。いや、ばっかいわ、はい、そのやっぱそういう思考ができるって
キャッチャーならではなのかなとも思ったりするんですよ。キャッチャーをずっとされてて、キャッチャーだからこそやってる、まあ、ゴルフに対するこうマネジメントというか、はい、そういうのって何かあります？なんか他の人とちょっとここ違うかな。そうですね、まあ、僕はこうやって、まあ、見てもらうと野球選手の中でも僕は体ちっちゃい方なんですよね。じゃあそのちっちゃい体で、はい、大したその技術もない選手が上手い人に勝つっていうことになると、やっぱりいろんな技を使わなきゃ勝てないわけじゃないですか。だからそれがね、気づいて、まあ、こういう考え方が生まれてき、かなり積み重なってきたと思うんですよね、はい、勝てないですもん、僕この体で。190センチの野球選手にこの175センチが、じゃあ力でまず勝てないじゃないですか。で飛距離も勝てない。なじゃあどうやって勝つかっていうところですね。なんかもうこれをもう見てゴルファーやっぱね、そういうこうなんですかね、自分で考えてそういう思考に行き着くこと意外とやっぱ少ないんですよ、この今の若手ゴルファーというか、はいはい、要はその僕らティーチングプロって、まあ、コーチっていうお仕事がこう、はい、ある程度確立されてきて、はい、まあ、理論的にいろんなものを話しできる人間が増えてきて、はい、でもやっぱり体格的に劣る部分ってやっぱ、ね、海外の選手に比べたら多いじゃないですか。そうですね、はい、そうなった時にじゃあどう勝負をかけていくかとかっていう発想を持ててないというか、もちろん向こうの選手がめちゃくちゃうまいっていうのはあるんですけど、はいはい、まあ、やっぱりその中でどうやっていこうって、自分をどう生かしていこうとかっていう発想を持てる子たちっていうのは意外と少ないっていうのは感じます。そういう野球の若手とか見ててどう思われますか？まあ、トップの選手っていうのはやっぱりその辺を意識しながらやってるから、はい、うん、野球界でもトップクラスになってると思うんですね、はい、だからその思考がないその選手っていっぱいいると思うんですよ。だから、まあ、でもその人たちはその人たち それが人生だと思うんですね、はい、だからそれでいいと思ってるからそれ以上いかない、やろうとしないことだと思うんですよ。だからまあまあ、これね、時代がちょっとずつ変わってきて、まあ、そういう選手っていうのはどん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 振り落とされていって、はい、結局後でうわもっとやっとけばよかった、うん、あの時もうちょっとやっとけばよかったっていうのがまあ大体見えますね、うん、はい、今回の対談ちょっと後で映像をもらってうちのジュニアたちに全員見せようかこれはもうマジで全員マストで見せよう、はい、と思うんですよ。いや本当そうです、はい、どう思います？それはだから、まあ、僕が、まあ、ある程度年齢を重ねていって、はい、その、まあ、後輩とかに、まあ、何か聞かれた時にね、あいうのはその辞める時にもうこれ、あもう俺は十分その野球に対して努力してもうやり残したことがない状態で野球を辞めるって、これが一番いいことだと、はい、だからよくね、辞めてからあの時もっとやっとけばよかった、これね結構めちゃくちゃ多いんですよ、はい、未だに、はい、で後で後悔するんだったらやっぱりユニフォーム着てる間に後悔しないようにやるっていうのが僕は一番だと思います。だからプロゴルファーもね、まあ、プロゴルファーは野球選手よりもやっぱり頑張れば、まあ、ちょっと、まあ、中間層でもある程度できるじゃないですか、はい、だから、まあ、偉そうに言いますけどもちょっと甘えがあるのかなっていう、まあ、シニアまでありますからね、まあ、女子はないんですけどね、はい、最近、まあ、あとよく言ってるのは例えばね、オリンピックを目指す選手って、はい、もう僕いろんな人と対談とか、はい、まあ、したんですけども、これねものすごい練習したらやっぱり しなきゃ世界の大会には出れないんですよ、はい、出れないですね、出れないんですよ、出れないですね、それをその今で言うなんだろうな、こう今の時代に沿った練習方法だけ取り入れてやってる人がやっぱ僕はね取り残されていくと思います。じゃあその、まあまあ、言い方がちょっと難しいですけど、古き良き時代のこう、まあ、根性論というか、まあ、それもやっぱり僕多少はねやっぱり必要だと思うんですよ、うん、だからどれだけ、まあ、怪我をしたら終わりですから、うん、だからじゃあどこまでやったら自分は怪我をするっていうことを知るのも僕はプロだと思うんですよ、はい、で怪我をしない体作りをするのも僕はプロだと思うんですよ、はい、もう胸がいっぱいですその体
作りの面でいうと、はい、そのまあ、野球をされてた時に何を気をつけてされてたのかとか、まあ、どういうことをやられてたのか、僕はですね、はい、よくなんで45歳までできたんですかとか、うん、で、まあ、よく3000試合も出ましたねとかって、じゃあ一つこれをやっとけばじゃあできますよっていう答えはまずないんですね、はい、でその中で僕は、まあ、辞めてからずっとこう思い返して何やってたかなっていうふうに考えると、その目標を常にその、まあ、近いところに目標を持ちつつ、はい、で1年後の自分を想定しつつ、で3年後の自分を想定して、その積み重ねだったんですよ。深い、はい、だからまあ、その結構きつかったんですけど、でも、はい、まあ、やっぱりそれをやらないと、はい、まあ、僕ら、ね、やっぱり数字も残せないですし、その試合に出る体っていうものは、まあ、さっきから何回も言いますけどそんな大きい方じゃないんで、まあ、そういうところもやっていかないと、ね、出れないっていうふうに思ってましたから、だから、まあ、結構僕は人に見せるっていうのがあんまり好きじゃなかったね、練習とか何をやってるっていうのが、だからまあ、周りから見るとあいつ大して練習 してねえなみたいな感じでもいいんですよ、自分がやってれば、はい、どう見られようが陰でねやる、まあ、いや、まあ表立ってやる必要はないですよ、ね、まあ、そうです、そうです、はい、はい、もうや別にそんなアピールする必要ないんですよ、はい、自分のためなんで、はい、人のためじゃないんでね、うん、だからまあ与えられた練習、まあ、プロの世界だと、まあ、キャンプで与えられた練習でシーズン中もある程度与えられた練習、まあ、これはみんな一緒同じことをするわけですよ、はいはい、じゃあ同じことを人と同じ量だけするとちょっと自分なんて技術的に劣ってたら絶対勝てないわけじゃないですか、はい、同じ量しかしてないんで、はい、じゃあ この自分よりもちょっと上の選手を抜かすためには同じ練習量だじゃあ勝てない、じゃあこの人よりも多く練習して技術をつけるしかないんですよね、方法としては。だから、まあ、僕はそういうタイプでしたね。いやそれそのままこうゴルフに生かしてるっていうのはあります？そうですね、まあ、時間ある限り練習はしてますけどねゴルフをこうされて、はい、まあ、それ野球でトレーニングもいろいろされるじゃないですか、ゴルフの時はトレーニングはされます、今もやられてます？いや、ね、これがねちょっと足らないところなんですよ、はい、まあ、僕もね45までやってもう結構体を酷使やっぱしましたから、はい、だからユニフォーム脱いで3年4年ぐらいかなはもうなんか全然トレーニングする気も起こらなくて、はい、プラスやっぱり体が節々ちょっと痛かったんですよ、でそれがまあ何もしないようになってきたらやっぱ回復するんですね、これね、徐々に徐々にこう体がちょっとずつ元気になって、はい、でそうしてるうちにやっぱりちょっと太ってきてこれはダメだなっていうところから、まあ、ウォーキングしたりですね、はい、ちょっとトレーニングをしたり、まあ、去年、あたりからちょっとやり始めたところですね、はい、じゃあちょっとこうゴルファーとして、まあね、今回競技、はい、三玉っていうのに向けては、まあ、いい一歩にはなりますよね、そういう体を動かしてるって。でそれを感じたのが、はい、2022年の関東ミットの決勝だったんですよ、はい、で初日、まあ、80叩いたんですけど、はい、2日目73 で、はい、で3日目に77か8で、はい、僕日本ミットいけるっていう意思だったんですよ、はい、85、86 だったでその時にまず、うん、あ体力がないと思ったんですよ、はい、もう3日目をゴルフするその、うん、なんか触れなくなって、はいはい、そこなんですよ、うん、あれこれもう一回ちょっと体力作んない、体力強化しなきゃなそうなんですよ、競技ゴルフって意外と疲れるんですよね、疲れます、疲れます、頭も疲れるし、はい、そうなんですよ、だから体力がないと、うん、頭が働かないんですよ、はい、僕らそうだったんですけど、うん、はい、そうですね、もうそれは確かにそうです、はい、だから意外とこうゴルファーってなんか体力いらないんでしょみたいな感じで言われるんですけど、絶対いると思う、めっちゃいるし、はい、要は頭も良くないとダメなん で、ね、だから今僕ジュニア育成やってても、はい、学校も行けって言ってるし、はいはいはい、勉強もしなさいって言ってるのがそこなんですけど、はい、そうですね、本当にこう
ゴルフバカが多いというか言っちゃった、はい、なんかこうゴルフだけやっときゃいいみたいなのがやっぱ 多くて、はい、だ結局まあそのプロに り、まあ、なれるんですよ。やっぱりずっとやってて、はい、やっぱ才能ある子ってやっぱなっていくんですよ、はい、その中なっていって結局その自分のセルフマネジメントできないし、うん、そのまあさっき谷口さんがおっしゃったこう1年後3年後見据えてちっちゃい努力を積み重ねていくってことができない、うん、だから結局こうバーンっていってもすぐ落ちていくっていう子たちはやっぱ結構多いですね、はいはい、うん、そういうのがやっぱり良くないなと思いますし、そうですね、そういうのを自分でこう掴んでる人ってやっぱり長くできる人だと思います、はい、そうですね、はい、うん、そういうのがやっぱ増えてきてほしいなと思いますし、うん、だそういう子たちの積み重ねでやっぱ世界で戦える選手が生まれてくる、絶対レベル上がると思うんですよ、はい、そうなるとなんかさっきからカンペが出てるんですけど、谷口さんのスタメン重要本教えてくださいってスタメン、はい、スタメン今ですか。今です今ですね、まあ、ドライバーは、まあ、ドライバー3番ウッド、はい、で僕5番ウッドがちょっと苦手で、はい、2のユーティリティって言うんですね、はい、で3のユーティリティ、はい、で4番アイアン5番アイアン、まあ、6、7、8、9、はい、で P、はい、で P の下が52と58でパターです、まあ、結構こうオーソドックスなそうです、ね、セッティングですよね、はい、そのまあ、今こうゴルフ界で、まあ、流行ってるというか結構多いのがウェッジを3本4本体制、はい、それね僕何回もやったんですよ、はい、で52度で100、はい、マックス100ぐらいなんですよ、はい、で110とか120、はい、まあ、110から、100から120の間っていうのはちょっとこうクラブが開くんですよ、開くんですよ、で一回ね50度いや48度か、はい、を入れてみたんですけど、今度そうなると上の1本を抜かなきゃいけないわけじゃないですか、はい、そこをどれ抜くかっていう、そのゴルフ場によって、まあ、あとは、ね、距離によって違ってくる、はい、でもそれはあんまりしたくないなっていうので、うん、今は一応固定してます。あ、そうですね、はい、だから P でうまくその110あたりを打てるように頑張ろうかなと思って。そうですね、はい、まあ、うちの選手でもウェッジを3本体制の子もいるし、はい、日本体制のままの子もいるんですけど、はい、そこはね、僕も無理強いはしないんですよ、はい、まあ、あったらやっぱ便利なんですけど、はい、立ちたって、はい、でもそれ上を抜かないといけないんで、だからそうだったらもう練習の面を僕はそこに持っていっちゃうんですよ、だからその、まあ、うちでいうと荒垣比奈選手が、はい、ピッチング50度58っていう、まあ、ちょっと面白いセッティングです。8度空いてるんで、ね、はいはい、だから彼女の場合は50度での守備範囲が多いんで、50度でいろんな距離を打つ練習をこう基本の中に組み込んだりもしてます、ね、まあ、その辺がこう谷口さんのゴルフにも多分生きてくんじゃないのかなと思う、うん、だからピッチングでこうもうちょっとこういろんな距離を打つ、そうです、ね、練習はいろいろやっていかないといけないですね、はい、うん、競技の時にスタート前、まあ、練習って、まあツアーのトーナメント行くと制限ないんですけど、はい、まあ、アマチュアの競技だったり、まあ、下部ツアーとかあります、まあ、朝制限があるんですか。朝制限あるんですよ。ゴルフ場によっては、はい、ウッドダメってアイアン、ありますね、アイアン縛りがあるんですよ、はい、だからね、アイアン縛りの時は、持っていくのが58、はい、で9、はい、6、はい、でユーティリティが OK の時はユーティリティですね、うん、4本ですよ。結構少なめですね、だからね、はい、そうなるとね結構気にしてます、そういうこう、まあ、ルーティンというか朝これをやるみたいな、まず打ち出しが僕は9番から9番から、あ、はい、ウエッジからいかないですね。いかないんです。なんかね、ウエッジもし打ってちょっと下手こいたらなんか嫌ない自分が、うん、あるまま行かなきゃいけなくなるっていうのがちょっとあって、9番でまあまあ、7割8割だったら、まあ、ある程度その感覚が出てくる自分があるんですよ。だからまず僕9番からですね、大体。本当珍しいタイプですよで、そこからも長い方に行って、はい、で最後に短いの打って、でもう1回、2球ぐらいを長いのでちょっと強めに打って終わります。これは相当珍しいパターンですね。ああ、そうですか、はい、まあ、大体はこう下からこう登っていくのが多いんですけど、はいはいはい、でも僕 の、 その関東でのね、はい、まあ、神奈川で の、 そのゴルフ仲間もうドライバーから打つ人いますよ。ドライバー OK だったらその練習場が
もう一発目でドライバー打ってドライバーしかやらない、もうその、面白い人います。面白いですね、はい、なかなか面白いですね、はい、これなんかまあちょっとこう話、この今ドライバーだけしかっていうのがある、はい、出たんですけど、はい、この朝一のティーショット、はい、苦手な方っているじゃないですか、はい、結構やっぱね、相談受けるんですよ、朝一苦手なんですよみたいな。でそれどうしたらいいですかって言った時に、はい、その方多分朝一のドライバー得意じゃないですか。そうです、そうです。だから結局いきなりドライバー打てるから、はい、だから僕その練習場でいきなりドライバー打ってくださいっていうふうにアドバイスです。だからその、まあ、ちょっとルーティンと関係ないですけど、まあね、その朝一のティーグラウンドとか苦手な方はやっぱそういう緊急発進の準備ができてないんで、まあ、そういうのは大事ですね。僕ね、意外とね、朝一のドライバー、あの一番の、はい、いいんですよ。なんでかって、まあ、自分で思うのに丁寧に言ってるんですよ。あ、はい、なぜかで、ちょっと体が動くようになって、あ、こうやってみようかな、あ、やってみようかなっていうのが出てきて、どん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 深みにはまっていく。色気が出てね、はい、なるほどね。前半、はい、で、まあ、後半はあ、その前半でやってミスったことをやらないようにすればいいんだなっていうので、はい、で後半そこそこいいスコアで回れるっていうのがなんか最近ですね。だから今そのゴルファー谷重として経験値を貯めてる段階ですね、はい、だから僕はだから 今のまま、逆にその普通だったら今のね、アドバイスするなら、いや、そう、余計なこと考えないでくださいってなるんですけど、逆に多分もっとやった方がいいですよ。あ、そうですね、そうでやっていろいろこう吸収して、はいはい、あ、自分はこうやっちゃダメだな、これはダメなんだ、 あれはいいんだっていうのをやっぱ作っていった方がいいんで、そこはやっぱりあの時と場合にその辺はね、ちゃんと使い分けた方がいいと思います。そうですね、最初からあの引き出しをもっと増やせばいいんで。そうです、そうです、そうです。あ、競技前ピークをどうやって迎える？打ち込みますあの、帰ってくると思ってました、はい、って間違いなく打ち込みます。これ、これ逆に僕ちょっと聞きたい、僕が聞きたいんですけど、はい、その野球って今144ですか？143年間、はい、だから毎日ピークだわけじゃないですか。じゃないです。で、そこがちょっと僕こうやっぱ野球選手と、プロゴルファーの、まあ、多分トップは多分そうやって考えてると思うんですけど、はい、違いだと思うんですけど、うん、これジュニアゴルフもそうなんですけど、試合に対してそのピークを持っていくっていう考えを持ってました、現役の時に野球を。ですね、やっぱ開幕がまあ3月の終わり、はい、ないし僕らは4月の頭だったんですけど、まずそこにいい状態で入っていくっていうものはある程度その考えながら、まあ、オフからキャンプからオープン戦から過ごして、でシーズンに入っていくと、まあ、一番いいのは143試合ピークがあれば、ね、はい、いいんですけども、やっぱりそういうわけにはいかない。じゃあその中でどういうサイクルでやっていくかっていうのを考えながら、で1年間やっていくと、どうしても自分の苦手なその季節っていうのが各選手いろいろ多分あると思うんですよ。で僕の場合は梅雨が全然もうダメで、はい、もうそこはどう乗り切るかっていう、だからそこの乗り切りからたって、ある程度その自分がレギュラーになって、その1年間のペースが分かった時に、分かったあたりから、あ、こういうふうにやっていこうっていうのを見つけたところがあって、で、まあ、最初の4、5、2ヶ月ぐらいっていうのはある程度その自主トレキャンプからやってきたその体力作りっていうところである程度持つんですよ、はい、でやっぱり へばってくるんですね、バテが出てくるんで、そうなるとどうしてもバットが振れなくなる、体が動かなくなってくる、そこで休みながらもその先を見据えてランニングをちょっと入れたりですね、でバットを振る数をちょっと増やしたり、はい、だから後半を見据えてその、梅雨時期にやるとかで、まあ、突貫的にもうどうしてもその例えば1週間もう全然ダメな状態でも、1週間ダメな状態でじゃあもう1回打ち始めるっていうことはなかなかみんなないんですよ、はい、やっぱり3試合ぐらいをスパンに考えて、3試合ちょっと状態悪いなと思ったら、みんなやっぱり早めに来て練習をしたりですね、
試合が終わった後に室内に行って打ったりで人それぞれなんですね、それはそういうことをやってましたね。そこなんですよね、やっぱそのゴルフってまあ、個人競技じゃないですか、はい、で、まあ、個人の成績って出るじゃないですか、はい、でやっぱりこう、まあ、もちろん成績の浮き沈みはあって、うん、これも全員に言えるんですけど毎試合 100% 戦おうとするんですよ。あ、まあ、それが一番いいんですよ、はい、それで勝ってて、まあ、ゴルファーだったら賞金稼げて、はい、まあ、それが一番いいと思うんですよ。でもそういうわけにはなかなかいかないと思うんですよね。だからどこにどう、はい、そのピーク自分の状態を当てていくかなと思うんです。そのだからやっぱそこを理解できないというか、はい、なんかゴルフってそういうのがあるんだろうなっていうのはちょっと感じましたね。だからなんかその競技で、まあ、ピークを持っていくっていう質問がまあ出てきたんですけど、多分、まあ、あとはですね、僕はその自分の調子がじゃあ7割、はい、6割、7割、8割ぐらいでどれくらいの力が発揮できるかっていうのを知るっていうのも必要だと思うんですよ、うん、はい、間違いない100ゼロじゃダメだと思うんですね。そう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 、はい、僕は実際に今現役の子たちに言ってるのって、はい、自分の状態が常に、まあ、5、60点でも予選を通るためにどうすればゲームを組み立てるかってことを考えれるようになれって言ってるんですよ、うん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 、だから例えばそのこれ批判じゃないですけどプロキャディをつけずにやらせることもあるんですよ。で結局予選会にもし回った場合、はい、自分でやらないといけなくなるんで、はい、その時のためにもやっぱりその最低限のレベルをどんだけ上げていくかっていうことが、うん、そのシード選手になるための一番の近道だと思ってて、うん、まあ、言ったらそのシード選手って言うと野球で一軍定着じゃないですか、うん、でまたそこからのトップってなると、まあ、それがやっぱり違うじゃないですか。やっぱり違うと思いますね、まあ、例えで言うとまあ、ちょっと前にね、はい、ソニーオープン、はい、PGA のやってましたけど、はい、あれ松山がね、はい、16番終わって、はい、イーブンパーですよ、はい、で17、18、ワイヤーライはショートロングで、うん、で予選カットが2アンダーだったんですよ、うん、まず17番でバーディー取る、そんなに調子が良くないはずですよ、はい、3日間やって、はい、イーブンパーですから、うん、で最後の18番もバーディー取って予選通過、やっぱプロだなと思いましたよそういうところが、はい、プロっていうかトッププロ、そう、はい、そうですね、世界のトップですから、ね、そうなんですよ。だからその17番も18番も、まあ、言ったらそのめっちゃ近いバーディーパットじゃないじゃないですか。そうなんですよ。18番のロングもアプローチ打って、まあ、3メートルぐらいの、はい、そうですね、あれもロブショットでね、あの右のそうです、あれはそこ砲台ですから、はい、その何回か回ったことあるんですけど、ね、この選択をするみたいな、もうあれもう勝負ですよね、あれが、はい、だあの引き出しがやっぱり、はい、ものすごい持ってると思うんですよ、うん、持ってますね、はい、だからそっちにばっかりこう目がいって、うん、やっぱりそのもちろんトッププロだから技術はもちろんあるんですよ、はいはい、あるけどでもその一個手前のその考え方の部分っていうのが、うん、まあ、やっぱりこう実際にこう足りてない子たちが多いなって思うのが、まあコーチとしてのこう現状というか今の、ね、うん、はい、やっぱそれがこうなんすかね、こうコーチ陣ももっと分かってってほしいというか、うん、だからその僕はあんまりゴルフ界のコーチと対談ってしたことなくて、だその逆に谷口さんとかみたいなこう野球のやっぱトップにいた方で指導者になった方とやっぱ話すことでこういう考え方を吸収できるし、やっぱそういうのってやっぱこう同じ言ってもまあスポーツっていう一つのくくりで言うと同じアスリートじゃないですか、はいはい、でなった時にやっぱりアスリートの考え方ってやっぱりどの競技やっててもある程度一緒だと思うんですよ、はい、その競技っていうものに対して、はい、やっぱプロの世界、はい、まあ、競技のトップでいうふうに考えると、まあ、違いはないと思いますね。そうです。だから僕ね、まあ、YouTube の方でね、はい、いろんなその他競技のトップの、まあ、もう過去っていうかねレジェンドの人たちと対談をして、はい、いろんな話を聞きたいなと思うのはそこなんですよ。で、まあ、ある程度、まあ、ある程度っていうかでもそこで間違いなく言うのはみんな本当練習したっていうしかもそういう人たちが本当に練習したっていう練習量って多分見てる方たちの想像を超えるような量がされてるじゃないですか。だと思います、ね、はい、それにも気づいてほしいですし、はい、でそこで、まあ、ここで、ね、今言わなきゃいけない、まあ、言っとかなきゃいけないのは怪我をさせようと思ってる思ってないっていうことなんですよ、はいはいはい、怪我をしたらもう終わりなんで、はい、怪我をしない自分を
やっぱり作りながら自分で知るっていう、はい、でその中で練習を積み上げていくっていう、まあ、ここだと思うんですよね。そうですね、はい、だからそこが大事ですし、はい、やっぱこういう考え方を持ってやっぱその競技に向かっていくっていうことが、はい、そのまあアスリートとしてすごい大切なのかなっていうふうに思いますし、だから、まあ、やらされる練習じゃなくて自分でどう工夫してどういうふうにやっていくかっていうのがやっぱり大事なのかなと思いますね、はい、本当にもうこれもみんな100回ぐらいリピートで見てほしい、はい、マジでどうして、ああ確かにゴルフのね、ゴルフの競技に、まあそうですね、やっぱ緊張感が欲しかったんです、はい、でその、まあ、ずっと45までね、はい、緊張感の中生きてきて、で、ふとこうそこから離れた時に、はい、まあ、ものすごい楽な生活だったんですよ、うん、とはいえ何かこう目指して緊張感を持って生活しないとなっていうふうに思った時に、まあ、やっぱゴルフが身近でしたから好きでしたから、じゃあその緊張感を味わいたい、その競技の中で、だからねもう今でも覚えてますよ、僕初めて競技出たのが、神奈川アマだったんですよ、はい、でその一番ティーグラウンド手震えましたからね、アマチュアの試合でもっとすごい舞台で戦ってますよね、いやいやみんなに言われるんですよ、でもやっぱり違うんですよ、畑が違うんですよ、あ、はい、でその僕たちってやっぱり名前が一応やっぱあるじゃないですか、はい、でアマチュアの人たちが、おい谷繁かあいつどれぐらいで回るんだって絶対見るんですよ、見ますね、だからそこをもう恥ずかしくないスコアで回らなきゃいけないっていうプレッシャーもあったしでその、まあ、同組の人も、ね、そうだったんですけども、まあ、2、3組後の人も、お谷繁どんな球打つのみたいなちょっとしたギャラリーがいるわけですよ、はい、で手震えてやべえこれバレたら恥ずかしいなと思ってそういうこと思うんですね、もうそれが一番最初です、あ、そうなんですね、はい、だからね、それからね、まあ、やっぱりその年数試合はそういうのがやっぱり続きましたね、はい、もう今は、まあ、それがもうなんか自分で楽しくてまたいやもうだからやっぱそっち側の人間なんですね、来た来たみたいなねで手に汗握るし、はい、なんか変なねおきついらいなこんな緊張感はみたいなと、野球でも最後なかったぞみたいなね野球で逆に一番緊張した場面って何ですか。ね、今思い出す、はい、思い浮かぶと、あれすると思い出すと98年 の、はい、まあ、優勝を僕、まあ、ベイスターズで、ね、はい、したんですけども、それ甲子園で、はい、ツーアウトランナー、二塁だったのかな、はい、で僕が打席だったんですよ、はい、同点で、はい、この1点取ってで次の回佐々木さんが抑えれば勝ちっていうところで打席回ってきて、はい、やっべえこんなとこで回ってきたよと思ってもうバットが出ないのよ、はい、で自分の中ではね、はい、で、相手のピッチャーが阪神の伊藤さんって、はい、ちょっとアンダースロー、はい、サイドスローのね、大っ嫌いだったんですサイドスローがもう打てる気しない、はい、それがデッドボーラーだった、はい、ユニフォームかすったぐらいで、はい、でもう内心よしこの場から逃げれたと思ってでも、まあ、僕 の、 その谷繁っていう、まあ、選手はね、はい、まあ、そういうの見せないっていうふうに、まあ、周りは多分思ったから、そういうの見せちゃダメだと、だから次は僕は7番バッターだったんですけど、はい、次8番進藤さんっていうね一つ上の先輩 で進藤さんに打てよみたいな気合い入れて、内心よしよしよしと思いながら一塁の走ったもうあの打席がね一番今思い出すとやっぱ緊張してたのかなっていう、今聞いただけで僕手に汗が出てきましたもん、ね、はい、やっぱその優勝が決まる場面、そうなんですよ、初めてでしたからね、うん、僕もその経験が、あの打席やっぱりちょっとね、はい、緊張しましたね緊張しますよね、はい、どうしても谷口さん聞きたいという、ええ、僕5回ぐらいこのカンペを今こう奥で見てるんですけど、はい、ゴルファー前田智則さんをどう思うかっていういやどうしても聞きたいみたいです、ね、もう前田も、3年連続日本ミットに出てるんですね、はい、もう僕よりももう格上ですよ、はい、
だからなんとかその同じ、ね、土俵に上がってやりたいなっていうのが今の前田に対しての思いですね、はい、そんな、まあ、相当前田も練習してるっていう、まあ、一緒に最近はもうほぼ回ってないんですけども、はい、まあ、話はそのトップアマ連中から入ってくるわけですよ、はい、であとはその、まあ、ゴルフ仲間からあの前田さん練習してましたよとか、まあ、そういう話が入ってくるんですよやっぱり。だからあれやっぱり練習してんだなって。最後2人で対決してみたらどうですか。やめときます。受けないでしょ。いやだから僕が頑張ってその向こうの土俵に上がるしかないんですよ。あ、その同じ競技。そうですそうです。まあ、でも去年はそのマルハンシニアっていうね、はい、あのシニアの競技、はい、あの試合があるんですけど、まあ、僕ら著名人の部っていうところで出してもらう、まあ、面白いあの試合なんですけど、はい、そこでね、2022年は前田がもうぶっちぎりですよ、はい、僕が2位だったんですけど、はい、11打差ぐらいで1位と2位がすごい。で、去年はですね、まあ、僕はまあいつものようなあの感じで、うん、2日間で10オーバーぐらいかな、はい、してたのを前田がちょっとね叩いてくれて、はい、あの同スコアだったんですけども、その2日目僕の方がスコア良かったんで、うん、はい、僕は勝ったんですよ、はい、一応だ今1勝1敗なんですよ同じところでやってる。じゃあ今年ミッドアマーで最終決着ですよ。そういう意味で行きたいですね、日本に行ってね、はい、まあね、そこまでやっぱり僕も関わった以上サポートしていきたいと思うので、ね、もお願いします、はい。